朝倉駅は愛知県知多市緑町にある名鉄とこな線の駅。駅番号は TA12。駅周辺に知多市の主要機関が集まる同市の代表駅であり、特急停車駅である。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。ホーム有校長が6両分しかないため、8両編成では、後ろ2両の扉は、締め切りとなる。終日駅員のいる駅で、 改札口は一箇所。車椅子対応エレベーター、エスカレーターとも設置済み。車椅子利用で駅係員の解除が必要な場合は、前日の18時までに大高和駅へ連絡する。発車案内は LED 式のものが2019年より設置されている。かつての常滑方面ホームは、北側の踏切脇まで、 隣接住宅地の道路扱いであり、駅利用者以外の歩行者や自転車もホームを縦断していた。地下の統計、移動等円滑化取組報告書によると、近年の1日平均上降人員は、下表の通りである。現在の線路は、かつての海岸線にあたり、西側は、埋め立て地で、公共施設が多く立地し、東側は、住宅地となっている。そこで、 下たは、中央新幹線の開業時期の2027年を、目処で線路の状況に合わせた、駅周辺の整備事業を実施する計画である。日本鉄道旅行地図帳追加、定保7号、東海鉄道フォーラムハット AB テラダ一1海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、256ページ。 ISBN 978から47億7701万3364名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年1052ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年1054ページ名古屋鉄道広報宣伝部 名古屋鉄道100年史名古屋鉄道1994年570ページ AB 朝倉駅を改良今竣春光式名鉄交通新聞 P1 ダイヤ改正に関する別紙資料はこちらをご参照ください名古屋鉄道2015年3月9日閲覧 AB 朝倉路線一覧名古屋鉄道 2021年10月3日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。千田の時計千田市、移動等円滑化取り組み計画書、報告書名古屋鉄道、朝倉駅周辺整備事業について、朝倉駅周辺整備推進室。千田市。 2019年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月1日閲覧。ありがとうございます。